ナッツメグ、ナッツメグ、英語、ナッツメック、学名、マイリスティカフレイグロンスは、肉づく科の常緑鉱木の一種である。またはその種子中の人しから作られる、香辛料。ナッツメック、ナットメグとも、和名は肉、肉づく、肉づく。ナッツメグ、肉づくは、肉づく属の総称的に使うことがある。特に、ナッツメグとして流通している木材は、 基本的に多種である。ここでは、マイリスティカフレイグロンスについて述べる。原産地は東インド諸島のモルッカ諸島に含まれる、バンダ諸島。樹高約20メートルに達する、常緑樹であり、多くは、私有遺種である。幹の樹皮は、肺褐色で滑らかな表面を持ち、葉は、長さ8から15センチで、表側が小緑、裏が淡い緑の単葉である。 はしご7年以降に結実し出す。成長の遅い植物である。スモモやアンズに似た、長さ約5センチの卵型の黄色い果実をつける。果実は成熟するとか日が割れ、網目状の赤いカリシュ皮に包まれた、暗菓子色の種子が現れる。このカリシュ皮を乾燥させたものが香辛料の一つ、名スである。果肉は火を通せば食べられる。 メースを除いた種子を2から3ヶ月の間天日で乾燥させると中の人しが分離して中で動くようになるので種を割り人種を取り出す。人種は長径2.5センチほどの卵型で肺褐色でスベスベしていて縦に溝がある。この人種を出荷前に石灰もしくは石灰液に3ヶ月浸してから乾燥させたものを香辛料のナツメグとする。 種子全体を直接、おろし金で引いて用いる場合もある。石灰に浸す工程は、オランダ東インド会社時代に、ナツメグが出荷前までに発芽しないようにという意図から始められたものだが、科学的には意味のない慣習となっている。現在では、輸入側の国がこの工程を省略させる場合もある。香りの主体となる成分は、ビネン、カンフェン、オイゲノール、ミリスチシン、 アリルマイナス3、4、5トライハイドロキシベンジーンメサレン、メチールエーテルである。メース、A、メースは、ナツメグの果実の果肉と種の間に、種を包む形に取り巻いている果実種皮を展示で乾燥させた、香辛料である。収穫時は深い紅色だが、乾燥させると、高褐色食に変化する。ナツメグと似た、淡い香りで、ピリッとした辛味と苦味がある。 ドイツ語やイタリア語などでは、肉づくの花、毒、マスカッタネブルーム、イ、フィオーレディアイモスケイタと呼ばれているが、花ではない。19世紀までは、古代の人々は、ナツメグの存在を知らなかった、という説が一般的だったが、20世紀に古代エジプトの、副葬品の中に、肉づくのかけらが発見された。しかし、他の文明でもこれといった痕跡はなく、 一般に利用されてはいなかったと見られている。6世紀にアラビア人によってコンスタンティノープルにインドのクルミという産物が連来していた記録があり、それがナツメグを指すという説もあるが、ビンドージやココヤシの実の可能性もあり、確定はできていない。ナツメグが記録に現れ始めるのは10世紀頃のことで、地理学者マスーディーによってマレー諸島東部の産品として報告され、 11世紀初め頃には、ペルシアの知識人、イブンシーナーによって、医学な考察がなされている。ヨーロッパで記録に現れ始めるのは12世紀末頃からだが、当時はナツメグより、メイスの需要の方が高く、イギリスでは、メイス約500グラムに、羊3等分の価値があった。モルッカ諸島の貿易圏を最初に握ったのは、ポルトガル人で、16世紀を通じて、 ナツメグ取引の中心はリスボンだった。ついで、オランダが、その支配権を奪い、17世紀からはオランダが、ナツメグを独占した。オランダは独占維持のために、日系や長寿と同様に管理会外の島々の木を切り倒して回る徹底した、制限政策を取った。1768年、フランスの植物学者、ピエール・ポワブルは密かに、ナツメグの苗を、 モーリシャス諸島に移植し、オランダの独占を打破した。18世紀末から19世紀諸島に、モルッカ諸島の支配権がイギリスに移った時、マレー半島への移植が試みられたが、結果的に失敗に終わった。1816年に、オランダに支配権が戻り制限政策が1862年まで続けられた。ナツメグの栽培が自由化されたのは1864年のことである。 独特の甘い方向があり、ハンバーグやミートローフなどのひき肉料理や魚料理の臭みを消すために用いられることが多い。またクッキーやケーキなどの焼き菓子にも用いられる。種子は肉づくという名前名で、修練、死者、検疫作用がある。東洋医学では、気管支援、リウマチ、胃腸炎などの薬として処方される。定量では特に問題はないが、 生のナツメグを多量、約 10g 以上に摂取すると中毒症状を示す。これは、生のナツメグには、モノアミン酸化酵素阻害薬及び、精神活性物質であるミリスチシン含まれているためである。ミリスチシンは、痙攣、動気、大き、脱水症及び全身へ、疼痛感を引き起こすほか、強力な精神錯乱状態を引き起こすことも、報告されている。 生のナツメグには、ミリスチシンとエレミシンに起因する高校臨薬様の症状を引き起こすという症例報告がある。人での死亡例は稀であるが、8歳の子供と55歳の大人の2件の報告がある。後者はフルニトラゼパムとの併用に起因。ナツメグは、子に引いて小瓶に詰めて売られていることが多いが、香りが飛びやすいため、種子のままでも売られている。これを利用するために、 専用のナツメグミルがある。ナツメグミルは木製の円筒形のボディに金属製の刃とハンドル、それにハンドルと一緒に回転するホルダーがついている。ナツメグはさほど硬くないのでセラミック製の目の細かいおろし金でおろして使うこともできる。かつてのヨーロッパではナツメグを収納できる携帯用おろし金が存在した。画家のロートレックはナツメグを持ち歩き、 酒場で酒に入れてその薬効を楽しんでいたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。